はい、今回は埼玉県川口がやばい状況になっている黒幕は何かこの件を考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。くまる都人の件ですね。であのこの件いろいろ言われてるんですが、あの一部ではですね、なんかもうはっきり言ってわけはわからないんですが野党が悪いとかって言ってるんですが、そんなことは全くありません。そもそもあのまあねえいろいろおかしいところがあるんですが、この黒幕は何かっていうとまあ、自民党あるいはその背後にいるですね。 まあ米です、宗主国米 c マルへの,、ね、この関与というか、その支持、まあ、そういったことが考えられるんですよ。で、この c マルへの支持、ないしはまあ自民党ですね、あの自民党、東丸、そういったものの、ねまあ、仕業であるということを考えると、すべてのまあ話のつじつまが合うんですよ。 例えばですね、まあ、自民党というとちょっと苦しいところもあるんですが、まあ、その背後のまあ米、英米、宗主国のまあ仕業であるということを考えると、ですねありとあらゆるものがあねこう話の辻褄まが合う、そういうふうに思います。で皆さんもいろいろおかしいと思うことがあると思うんで、まあ、僕なりに調べて、まあ、もちろんわかる限りなんですが、お話ししていこうと思います。でこの 宗主国米がですね、まあ、自民党に対して、まあ、自民党が進んでっていうのもあるんでしょうけど、あの移民政策をしているわけですよね。だそれがこのク・マルド人の件なわけですよ。で、今度ですね、テレビとかでも、そのね、えーまあ、n 丸 r k の変更報道がおかしいとか,かっていうことが言うんですが、おかしいんですよ。それはもう全くもっておかしいとしか思わないんですが、例えばじゃあなぜこの n 丸 r k が変更報道するのか、えー、野党はどこにも出てきません。n 丸 r k っていうのは戦後数十年、 米のね参加機関でして、完全にそのねまあアメリカに寄った、まあ、例えばですね、まあ、中国とか韓国とか日本がね敵対するような対立するようなことをする報道をするのは、それは、ね、アジアの罹韓工作っていうその目的にまあ、ねそのためにそういうことをしているということは分かってるわけですよ。だからここら辺でもう大体見えてくるわけですよね。その ク・マルド人っていうのもですねおかしいんですがこれっていうのもあの来るように一部の人間があ日本に来るように、えー、こう何て言うのかな仕向けられてるそういったことなんですね別にあの国・マルド人を擁護することは1ミリもないですよあの僕たち日本国民からするとですね対立する側ですから全て自民党も n m k もク・マルド人も、うん、でね埼玉県川口の警察もですだから本当にあの今ピンチな状態なんですよ国民が。 今非常にあの日本国民がピンチ、窮地に追い込まれているということを国民がですね、理解しないといけない。で、実際にですね、えー、埼玉県川口に住んでいらっしゃる、ねえー、日本国民が被害に遭っているんですが、そのことをまず防いようとしているんですねじ。事実です。埼玉県川口に住んでいる日本国民が被害に遭っている。そしてその人たちが引っ越しをしたりとか、ね、そこに住みづらくなっているというその事実があるんですが、その事実を n m k が隠そうとしているんですね。 でえー、な,なぜかっていうか謎にですね、ね造画像っていうのがあるんですが、これ、誰が作ったかわからないっていうことなんですが、あおそらくその脱皮とかね、そういったものが意図的に作ったんじゃないかと思います。だから、あのまあ、その埼玉県川口の、まあ、日本国民、日本人をですね、おとしめる、その機民政策をしている者たちが、自分たちで例えばそうやって捏造画像を作ったりして、 真実を隠すそしてですね、ク・マルド人にいろいろやるとかなんとかって言ってるんですが、で僕はあの思ってることがあるんで、はっきり言いますけど、あの多様性とか言うじゃないですか、多様性とかなんて一切認めませんからね。多様性を認めるってことは、どういうことかっていうと、日本にどん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 外国人を入れて、日本を崩壊するってことです。多様性を認めるってことは、日本の崩壊、日本国民が過ごしづらくなることを認めるってことです。僕はそういうふうに解釈してるんで。で、あの無理なんですよ、世界で。 多様性とか移民とか言ってますけど、世界でそんなことはできないんです。ことごとく失敗してるんで、世界はそんなことしてないんですよ。なぜその世界でうまくいかないことをね、やろうとする日本っていうのは、それはまあ、米の考えですけど、それを逆らわっていかないといけないんですよ。言われるがままじゃないですか。で、今度、テレビにですね、えー、な専門家、エセ専門家、自称専門家、わけわかりませんけど、そういったものが出てきてですね、本当のことを隠す。埼玉県川口で日本国民が困ってる、そういったものを隠す。 NMRK のアナウンサーも出てきて、えー、わけのわからない、意味のわからないこと言ってる。あの僕、思うんですけどあの、まあ、こいつらって言っていいかわかりませんけど、こいつらね、両親がねえのかなと思いますけどね。あとで言いますよ。あの一つあの、なんていうのかな。あそれを SNS で取り上げた人がいるんでねあの。一般人の方が取り上げたんで。で、今度は NMRK の,、ね、の変更報道っていうことなんで、えー、ク・マルド人がですね怖がっているとかっていうんですが、 もしかしたらですよ、怖がっている側面があるのかもしれません。それは事実なのかもしれませんが、分かりません。しかし、日本人が困っている、日本人が被害に遭っている、日本国民が被害に遭っている、その事実があります。なぜそれを報道しない全くそれを報道しないんですよ。完全にこの米の言われるがままに、支配下にある n m k がですね、変更報道、忖度をしてですね、そしてですね、テレビを見てる人間に対して語りかけるわけですね。 あの例えばその SNS まあ僕もそうですが、例えば僕がこういった言った話とか他の方が言ってる話とかっていうのを信用してはいけないとかっていうんですがいやいやいや僕とか他の人が言ってる話の方が信用性が高いんですよ。そのね偏向、えー、報道する n m k とかわけわからない専門家とかね意味のわからないやつが言ってきてどうのこうの言ってる話の方がおかしいわけですよ。 NMRK というのはやり方が悪質で、どういったところからか知りませんが、熱像画像をいきなり作り出して、誰が作ったのか分かりませんが、おそらくそちらの関係者が僕は作ったと思ってるんですよ。でその関係者が熱像画像を作り出して、それに関してはああだこうだという、そして NMRK の,のアナウンサー,かなアナウンサーが、ね、埼玉県川口まで行って、これは熱像だとかっていうことを言う、そして自分たちの報道は正しいとかそういうことを言う。 うん、そんなことはないからね。まあ、もしかしたら正しいことを言ってるのかもしれないけど、じゃあ、日本国民が困ってることも報道しろ。なぜそれを報道しない日本国民が困ってることの方が多いはずなんだよ。それは全く報道しないんだよ。んだ NMRK もグるってこと。だ自民党の背後に、えー、英米の力があって、えー、マスコミもグる。で、今回は警察にもその力が及んでるんでね。で 実際,です実際にですねこの埼玉県川口で、ク・マルド人にですねえあの日本人のねえまあ女性がねえその丸行をされたというねえそういう件があったじゃないですか。なぜそれを報道しない挙句の果てに訳が分からない。ク・マルド人が怖いとか言ってるんですが、話になりませんからね。言ったもん勝ちみたいになってるじゃないですか。そんなんじゃないんですよ。日本人が困ってる事実、日本人の,その女性がそういった目に遭ってる事実、それを報道しろ。それを報道せずして語る資格がない。 わわけがからない言ってることがでこの n マル k のですねどうしようもねえ本当どうしようもねえなと思いますけど全く日本国民の正反対の立場に、えー、いるねこのもう本当にね、えーまあ、なんて言うんだろう、うん、そのどうしようもない、ねえーあのまあ、最低メディアだと思いますが n マル k はこんなことを言ったんですね埼玉県川口で、えー、日本に暮らすそのクー、ま、マル人のお偽情報が増えています。 偽情報が多いので気をつけてください。うん、って言って、本当のことを隠す。そして自分たちでそらく、その偽情報、偽画像を持ってきて、あ、これは偽情報でした。すべてデタラメです。そうではない。本当のことがあって、本当のことを隠すために、自分たちでそれやったんだろうって、僕はそう思ってますからね。日本国民が困ることをやってるわけですよ。自民党。ね、自民党は別のお話で言いましたけど、米を隠したりとかね、食べる米を隠したり。 完全にその機民政策をしてるわけですよ埼玉県川口に関してもしっかりそういうことをやっている、組織的にそういうことをやっている、でえー、埼玉県川口の地元の方がです、ね、困っているということを主張しようとする、そうそうその声を潰そうとする、それが行われていることだと思います。だから、もう完全にです、ね、自民党とかマスコミ n m k とか、そういったものは日本国民と対立する側に、えー、いると考えた方がいいんですね。 でこの捏造画像というのはあ、よくこれも、ねえー、言われてるんですが、誰が作ったのかというのは分かりませんが、脱皮とか、そういったやつらが作ったんじゃないかと僕は思ってます。で、その n m k に関しても、単純なんですが、戦後数十年、ですね、えー、その米の参加機関で、えーねえー、国民にとってマイナスなことを報道することが多い、一部本当のことを報道するのかもしれませんが、ほぼほぼ国民にとってマイナスなことを報道する最低テレビ局です。 n ルケ k って、まあ、n ルケ k だけではないですが、日本のテレビ局っていうのはね、ほぼほぼそうですけど、まともな局っていうのは僕、ほとんど知りませんので、で特に n ルケ k に関してはですね、最低テレビ局ですがね、ね受信料を取るっていう問題もあるじゃないですか。日本国民から受信料を取って、デタラメをね垂れ流すって、ふざけんなって話なわけですよ、国民からしたらね。で、実際に埼玉県川口に住んでる国民がですね、大変な思いにあるわけですよ、それは全く報道しない。 でこれ難しいんですが自民党、あとですね、警察 n m k 外務省もぐるかもしれませんねもうありとあらゆるものがぐるってるんでもう国民にとって、ね、不都合な国民がです、ね、不都合なことを言おうとしたらそれを言わ,な言わせないようにするとか、ね、そういったものはデタラメだとかって言うんですが。 じゃあ例えば SNS にですねこれをあの取り上げた方がいるんですよ。非常にこれっていうのはあのこれは事実ですよ、うんこう。これは事実だと思います。こういったものを取り上げた方がいます。あの日本人の女性がですね携帯電話を持ちながら犬の散歩をしていたら4、5人のおクマルド人に囲まれてですね されたっていうことなんですねで警察を呼んだんですが、警察がですね、えー、ク・マルドの方に着いたということで、警察はですね、めんどくさいからあ謝りなさいと、いやいやいや、日本の警察だろ、なぜ日本国民を守らないんだ、訳がわからない、えー、ことが起きてるわけですよ。この件に関してね、投稿した人がいるんですよ。1人の女性があ、ねえー、ク・マルドに、えー、4、5人に囲まれて、2時間ぐらい、えー、軟禁状態にあったっていう。 あの犬の散歩をしてたんですよね、うん、でそのことについて警察に相談したらですね警察があ、ね、それに関して応じなかったと、まあ、警察の言い分としてはいろいろ政治的なものがあったりとか言語の問題があったりとかあこれ言われてますが解体業者ってこの埼玉県川口の仕事がですね、うん、あの解体業者あ、ね、政治行政だから自民党ですねこれ癒着してるっていうことでね あの埼玉県川口で解体業者が確か倒産したっていうニュースがあったんですよ。そういったおかしいこともあるんでその政治の力も関係してですねこう日本人がどん,どんどん追い詰められている、うん、これがですね今のこの埼玉県川口のリアル、うん、であの本当に僕思うんですけどそれこそね、えー、そのなんか変なあね、えー、エセ保守の人間が言うんですけどエセ保守の人間でこのこういうことで全く言わないんですけどこのね 日本人女性がくマルノの,の、ね、男4、5人にの2時間軟禁されたって、これこそまさに人権問題じゃないですか。この人権は何これ言わないの。これこそまさに人権問題だと思僕思うんですけど。で、埼玉県川口っていうのは警察も機能しないんですよ。だから、あ自民党の背後にいる米のお何かしらの指示の下ですね、自民党、まあ、あるいはその省庁ですね、えーまあ、外務省とかそういったもの、あるいはですね、まあ、NMR 系マスコミ。 うん、警察、そういったものも機能していない、でさらに、えーまあ、これはよく言われてますが、埼玉県知事は何やってんのかとかね、川口市の市長は何やってんのか、あね、埼玉県の警察もおね揃ってく、くまるの味方じゃないですか、後ろで、えー、アメリカが手引きしてると思います。そういうふうに考えないと、話の辻褄つまが合わないんですよ、だから例えばこの話をですね、なんか知りませんけど、野党がやってる、野党なんてやりようがないんですよ。 おそらくその衛星捕手でですね何かがあると必ずその野党のせいにするっていうまるっきり物事を1ミリも理解してない人間が言ってますがじゃあどうやって警察をこれコントロールしたのって話なわけですよそんなものを行えるものっていうのは米しかないんですよ宗主国米ねで実際この米のことに関してはあのそういうふうに言ってる人僕以外にもいるんですよ警察の対応が明らかにおかしいとこれっていうのは米の存在裏にそれが見え隠れすると だから、これをしてるのが自民党、あるいは自民党の背後の米であることに気がつかなければ、えー、全く真相にたどり着くことはない、野党がどうのこうの話になりません、全く分かってない、そういうことを言ってる人間というのは、別に僕は野党を押、ね、してるとかどうか、そういうのは別にしてね。うん だから、この埼玉県川口の問題は何かというと、誰がこのね、クーマルドを入れてるのか、そしてそれを放置してるのはなぜか、なぜそういったことがまっかり通るのか、それを考えないといけないんですよ。で、このね、自民党のよく、自民党か、自民党っていうか、政治家とかでよく言うんですが、多文化共生とか多様性、話になりませんから。 多多文化共生多様性不可能です、うん、でそういうことを言ってる人間っていうのは、ね、もう本当にこの日本をですね混乱させてるんで責任を取れっていう僕は思いますけどね。 あの和田政宗っていうのが、多分そ,そういったものに入ってると思うんですよ。で、あの、リスナー様がですね、えー、何かのところでコメントいただいたんですが、自民党のガス抜き議員で青山茂春って言いますが、青山茂春がですね、消費税減税をうたったんで、青山茂春だったらよくなるのかっていうことをね、まあ、僕に聞いていただいたんですが、僕の解釈ですがなりません。青山茂春っていうのは、日本会議、えー、日本を誘致に向かわせる、そのね、遠丸よりもっとひどいものとずぶずぶであるっていうことが分かってます。日本会議の人間であり、 青山春っていうのののはここ和田ととをでですすね、国士と言っていいたんですよ。いやいやいや日本語わかってるかって、うん、埼玉県川口を混乱するようなあことをしているまあ一人ではあ,あるでしょうね何人もいるでしょうからこの自民党の議員がまとまってこういうことをやってると思うんでその人間をねえ国士と言ってしまってるっていう点でどうかしてるでしょ日本区丸戸議員連盟のこの者たちっていうのが僕はおかしいと思ってるんでねだこの者たちがいるからあ入ってくるわけですよ そうじゃないですか。だから、まあ、この自民党っていうのは誰がどうなってもダメなんですよ。で、別に僕はね、この,あのリスナー様がおっしゃっていただいたことに、まあ、僕なりにですね、あのまあ、真剣に、丁重にお答えしようと思いますが、青山茂春が消費税減税を売ったところで、まず消費税減税しないでしょうし、消費税減税を踊らされてはいけませんよ。あのこの移民問題をですね、えー、こう、なんていうのかな、肯定してるっていうことが、大きな問題なんですよ。うん まず、うん、自民党にいる限り消費税減税なんてはできません。なぜかというと、自民党の背後に経団連、大企業がいるから、自民党はそれでね、票と金を交換してるんで、できるわけない,ないっていうことがまず1点なんですが、青山茂春っていうのは、先ほどお話したように、日本会議有事肯定派っていうことが分かってますので、で自民党の中にガスを抜く、うんまあ、その役割だと思うんですね。でこの和田政宗っていうのを国使と言っている、その情報がありましたの、ね、で、話になりません。あの移民を肯定している時点、アウトです。 だから何かが良くても、まあ良くてもって言っても消費税減税もしないと思うけどね、何かが良くても何かがアウト、そしてそのアウトのものが多いわけですよ。で、この日本区丸ド連盟っていうのは、この議員たちがこれがまずいんだと思いますけどねで、自民党の議員がズブズブにここにいるわけでしょ。うん。だからこれだと思います。で、この埼玉県川口に来てるのがですね、このね、 あの特殊な人間が来てるんですよ。PK っていう、まあ、そういった、まあちょっとこれ以上は言えませんけど、そういったものが来てるんですね。これっていうのは結構、あの何て言うのかな、あの武闘派なんですよ。だからそういうのが来て、荒らしてるんですよね。で、それを入れてるのは誰って話和田政宗だと思いますよ。和田政宗だけではないですけど、日本クマルドね議員連盟は、このね、イラク北部のクルディスタン自治区との友好を目的としてるっていうことなんですが、この、 ク,クルディスタン自治区っていうのがこの p 0 k だと思うんですがここと友好関係にあるっていうことなんでこれは問題が起きるんですよこういった武闘派の人間が来るからねだからあこのままいったら日本が崩壊するんですよそのためにも自民党の政権交代が必要ですこの自民党の議員っていうのはほん、えー、こに全員ですけどもやめてくれないかなと僕思うんですよねでこいつらがいると日本が悪くなる一方じゃないですか誰一人まともなことを言ってる議員いないと思いますけどね あのたまにいいこと言う人がいるって、あの多分言う人がたまにいるんですけど、青山繁晴とかね、ガス抜きですから、そのガス抜きにあの気をつけないといけない、別に僕もですね、すべて分かると、そんなことは言いませんけど、分からないことは多いですけど、その都度その都度調べて、おかしいものについてはあお伝えしていこうと思うので、とにかく自民党の政権交代が一刻も早く必要、そうしないと、埼玉県川口がこのね、えー、クーマルドに、えーね、入り込まれて、今度次の場所に行きますからね。 うん、この埼玉県の今度近く分かりませんが群馬とか茨城とかそっち側に行く可能性があるんで本当に何としても政権交代が必要そしてこの埼玉県川口の問題っていうのは自民党の背後の米英米が定引きしてるっていうことがこれが本当のことだと思うので調べて思ったことをお話しいたしました。